はい、今回は東京15区補選において注目される酒井夏美さんと飯山明と須藤元気さんを考察していきます。今回もよろしくお願いいたします。ま酒、あ、井夏美さんって一応3をつけますけど、まあこの人もちょっとね。ダメですね。あの調べると本当にえー。まあ,あ悪いっていうことはわかるんですよ。で、別にあの悪口を言うとかそういうわけじゃないんでね。まあ,あまり誤解してる人はいらっしゃらないと思いますが。 まあこの酒井さんと飯山あかりとまあ須藤元気さんということなんですがまあ僕はあの何度もお伝えしてますが須藤元気さんしかないと思ってますでリスナー様もそう思っている方が多くいらっしゃるんじゃないかと思いますしえあとね数日なんですがあこのね本当に須藤元気さんにえね江東区民の方行っていただきたいと本当に思いますであのね先ほどお伝えした悪口じゃないっていうことを言ったんですが 僕はの途中までですね、ちょっと酒井夏実さんあいいんじゃないかって思ってたんですよ。で今考えるとあの、まあ、リサーチが不足していたと思いました。で一応途中経過としては酒井夏実さんが最有力候補であると、まあ、立憲民主党ねでその下とかぐらいに飯山朱理この日本保守党が来てるんですがこの飯山朱理っていうのは完全にこれダメなんですよ。 憲法改正、えー、まあ、その有事、肯定派、右をを、ね、応援したりするんであ、あとこの日本保守党っていうこの政党ですよね、非常に、えー、まあ、おかしいと、自民党の別の体であることことが分かってますから、えー、全く支持できないんですね、で須藤元気さん、あね、えー、消費税減税と憲法改正反対、えー、この2つのことをおっしゃってるんで、もう須藤元気さん、一択だと思います。で この堺井夏実ね、酒井さんの何がおかしいのかっていう話なんですが、こちらはリスナー様もご存知、えー、かなり話題になってるんで、えー、の内容かと思いますが、この東京15区の補選のあ、ね、討論会っていうのがあったんですが、この討論会に参加しなかったんですね。で、これなぜかなと僕思ってたんです、ずっと。 あの忙しいというのは多分でたらめだと思うんですよね。だってこれからね、えー、このね、その選挙に、えー、まあ何て言うのかな、あ向かうにあたって何、何を差し置いてでも、これ、出る必要のある、まあ、イベントって言っていいか分かんないけど、イベントじゃないですか。それに参加しないっておかしいですよね。で、これに関して、さまざまな意見があるんですよ。でこれ意図的に出なかったんじゃないかということがまあ言われていて、まあ僕もそう言われてみればそうだなと。今回の 話の内容を総合的に考えるとねそういうふうに思えるんですよでこの討論会があまあ嫌で来ない人間というのは国会でも嫌なことがあったらこれ来ないんじゃないかっていうことで確かにそう思いますしよくよく考えると、ね、この討論会に参加しない人が国会議員としてどうなのかっていうことの根本的な問いがあるんですよねで、えー、僕もそう思うんですよでこれ何が問題なのかっていうとこの酒井さんがですねこの討論会に来て 今現在何を思ってるのかっていうことをこの酒井さんが言ったんだったらいいんですよ。で仮にもしも後でお話しますが昔と同じ考えをあのね持ち続けてるっていうことであればああこの人はないなっていうことであの弾けばいいだけなんですよ。ただ来なかったので今現在何を考えてるのかっていうのはわからないわけですよね。それが非常に懸念不安材料っていうかまあ おそらくね僕のままあ、その、まあ、考えというか調べて憶測した通りだと思いますが、須藤元気さんしかないというのは、消費税減税、憲法改正反対、この2つをね掲げていらっしゃるからです。この2つが最重要項目です。他にはいろいろエネルギーとかなんとかってありますけど、そんなことは別に、ね、枝葉の話であって、さほどね、大切ではないって言ったら失礼ですが、さほどだと思うんですよ。この大きな柱ですよね。柱をどう思ってるかというところです。で まず酒井夏実さんですが消費税減税について答えないんですよね。うん、わけわかんないじゃないですか、本当に意味がまるっきりわからない。でただ酒井夏実さんというのは憲法改正反対ということなんで、まあ、一番の問題はここですから憲法を改正しないというのであれば、まあ、その点は指示できるので、まあねえー、もしと通ったにしてもただしこれ別の形から国民生活が破綻する可能性というのを えー、秘めてる内容なんですよ。でこの飯山あかりですが、えー、これもですねちょっと一つすごく疑問なところがあるんですが消費税の一時的な減税に賛成っていうことなんですよね、えー、飯山あかりは消費税を一時的に下げることに賛成しているんですが本当かどうかっていうのは疑わしいです自民党の別動隊である日本保守党っていうのは自民党は消費税を下げませんからあ現状あるいは上げる感じ、えー、じゃないですか。 当然、飯山あかりも同じであると思うんですね。現状のまま、あるいは上げるんだと思います。それがこの自民党の別動態であるということから分かりますし、飯山あかりっていうのは憲法改正をしようとしてる、憲法改正に賛成なんですね。この時点でアウトですね。他にどんないいことを言うが何だろうがアウトです。完全にアウトですで。須藤元気さんというのは消費税を減税する、憲法改正に反対するっていうことで、須藤元気さんしかいないと思います。で この酒井夏美、酒井さんね、えー、この人の何がおかしいのかということなんですが、この人の10年前の投稿文、SNS に投稿した内容があったんですが、この人、はっきり言ってまるっきり経済のこと分かってないんですよ。そのことをここから考えていきます。えー、人口分布から10年、20年、30年後の労働人口が減り、医療、介護のお金が増えるということが分かっていると。 税収を増やし国民が平等に負担して社会保障に充てる以外に方法はあるんですか早く増税すればいいのにと思う他のところからって言ってばかりではもうダメなのではないか2012年12月にこのようなことを言ってますあの10年ぐらい前なので考えが変わったのかなと思うんですが変わったかどうか分かりません討論会に来てないですしあるいはこういったことを考えてる人っていうのは考えが変わっていない可能性があるんですね まる、うん、っきりの経済音痴ですよ、この人、この発言、僕、あのこの話を知らなかったんで、前までね、えだから、まあねえ、自民党にえ、まあ、対立して、立憲で頑張ってくれればいいなとかって思うんですけど、じゃあ、なんでこの酒井夏実さん、10年前にこんなことでなる何も分かってないのかって言っ,た言ってるじゃないですか。増税を言い出しましたよね。で増税を、まあ、あの国民に、まあ、求めるわけじゃないですか。 でこのまあ、要するに、これはまあ憶測というか文脈から考えるんですが、まあ、消費税を増税して社会保障に充てようとか思っているのかもしれませんが、それ、消費税が社会保障に充てられてませんからね、まあ、そういったことをまず分かってない、えー、懸念があります、1つ。でもう1つなんですが、増税するって言ってるんですがあ、別に難しくありませんけど、税は財源ではありませんからね、この税は財源ではないということを分かってないわけですよ、まるっきり分かってない。 えー、どうすればいいのかっていうと国債を発行すればいいんですよ。で国債を発行する国債は通貨発行です。こういったことは全くわからない時点でまるっきり経済のことが分かっていません。だからまあその他大勢の、ね、議員の一人とも取れますしそういった人間がですねその国政に入り込むっていうこと自体は国民にとってマイナスでしかないんですよ。あの国債は通貨発行通貨発行あるいは通貨発行権をっていうことなんですが国政府にはですね政府 国や政府には通貨発行権があるんでお金すれるんですよ。だから財源関係ないんですね。社会保障費の財源ってお金すればいいんですよ。で、数兆円のま通貨発行では別にインフレになることもないんですよ。このようなこともわからない。10年前にね。でもし今この話がわかっていたとするじゃないですか。じゃあなぜ討論会にこれを言わないのかっていう話なわけじゃないですか。で この酒井夏実さんが今江東区の中で一番優勢なんですよ。ただこれっていうのはちょっと難しい問題があるんで、えー、それも正直に言います。このまんまでいけば酒井夏実さんになるっていう流れですが、例えばこういった話になって、話が割れてですね、飯山あかりに行ってはまずいわけですよ。なぜかっていうと憲法を改正して日本が有事に向かうからね。 票がうまく分かれて、須藤元気さんになってくれればいいんですが、飯山明かりのほ方にも票がいくんじゃないかと、日本保守党の支持者が、えーね、ガツ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 言ってますから、でその日本保守党の支持者っていうのは、知りませんけど、その憲法改正の問題点とかについて触れないんですね。 何を触れてるのかって、別に僕はそ,んなそこまで見てないから分かりませんが、はっきり言って、まるっきり意味があ分かりませんね。日本保守党支持者、あるいはですね、このいい山まわかり。でまあ、じゃあ、僕はね、何を思うんですかっていうことなんで、まあ、思うことを端的にこの後お伝えしていきますが、でまずこれ、国民というか、高等区民というか、あの人たちの声っていうことなんで、えー、この酒井夏実さんですよね、この10年前の投稿から分かるんですが、あこれって消費税増税派かっていうことで。 えー、僕もそう思います。酒井夏実さんというのはあ、消費税を現状維持、あるいはです、ね、消費税増税派だと思います。だから答えないんですよ。消費税減税について答えないって、そういうことでしょう。答えればいいじゃないですか。簡単じゃないですか。消費税を減税しようと思ってます。消費税を廃止しようと思ってます。うん、それでいいじゃないですか。で、あるいはいいんですよ。消費税をね、えー、下げる気もないし、上げるってうのはそう言えばいいじゃないですか。そうしたら国民が支持しないだけですから。 だから、何がま,まずいのかっていうと、消費税減税とか、そういったものについて回答しないというのが一番まずいんですよ。だから、例えばね、えー、これもしですけど、酒井さんが回答して、消費税減税を、例えばね、えー、消費税減税に賛成であると、で、えー、憲法改正も反対であると、そのようなスタンスを示したら、僕は酒井、えー、夏実さん、応援しますよ、頑張ってほしいと思いますからね、ただし、消費税を、まあ、なんていうのかな、現状、あるいは上げるとかって、応援できないでしょうん。ん 全く応援できませんからね。だから、須藤元気さんしかないっていうことを、まあ、思ってるし、皆さんもそう思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。で、この税金がね、社会保障になんて使われていないんですよ。まあ、ほ,ほんの少し使われてるかもしれないですけど、ほとんどん使われていないんですよ。で、おそらく、あ憶測ですが、堺井夏実さんは今もこの増税賛成なんでしょ消費税、増税賛成なんでしょ、うん、じゃあ、だめじゃないですかって、うん。自民党と変わらないじゃないですか。まあ市 憲法改正をしないというそこがあるからね、えー、まあ最悪目をつぶれと言われれば、あね、その消費税の件は目をつぶる、目をつぶるというのも変ですが、まあ、多めに見るというところかなとも思うんですが、あの何て言うんだろうね、その討論会に出てこなかったことのこのこ,こがやっぱり尾を引くわけですよ、ね、10年前からこういうことを思っていて、もしかしたら10年で考えを変えたのかもしれませんが、それだったら言えばいいじゃないですか。 でも、僕、正直言いますが、立憲民主党にいる議員って考え変えないと思うんですよ。なぜなら、立憲民主党の背後に、連合、吉野智子経団連がいるんで、えー、立憲民主党というのは、消費税を現状維持ある、いは上げる方向なんですね。そこに所属してる議員じゃないですか。つまり、同じく消費税をそのまま維持するか、あ上げると、えー、いう考えを持っているんじゃないかと。でおそらく、こういった僕が話したようなことがばれるんで、だから討論会に来なかったんじゃないかと思います。 もうね話になりませんよ。こういう人間、こういう人間というか、こういう人間たち。で、あの、例えばね、僕、日本保守党とかに言うじゃないですか、別にその大きな声で悪口とかも言いませんよ。で冷静に言いますけど、で僕、日本保守党嫌いって言うじゃないですか。なんでかっていうと、理由があるんですよ。ああの日本保守党っていうのは、あその百田直樹とか、有本香織っていうのが安倍晋三を応援してるじゃないですか。安倍晋三って何者って話なんですよ。 あの、外国勢力、まあ、グローバル資本家とかね、えー、まあ、あね、その、国際金融資本家と,かと言い方はいろいろありますが、ま、創始国、米ですよね。外国に日本を思いっきり売国した人間なんですよ。 うん、TPP に加盟したわけじゃないですか。で、日本の主権をね、えー、外国に明け、えー、渡したんですよ。だとまあ難しいですが、e、EPA とかね、FTA とかあ、まあそういった難しいのはちょっと横置いといて TPP に加盟したっていうことね。あるいは、あーまあ水道とかの、水道森林の民営化をしたのもこれ、安倍晋三。で、えー、一番おかしいのはこれですね。大企業の減税。安倍晋三って消費税2回上げてますよね。うん。 だから、この時点で、えー、たまに言う人いるんですけど、安倍晋三っていうのは財務省と対立して、いる何が消費税に回上げたでしょ意味わかんないんじゃないですか。うん。だからそういうのもおそらくマスコミのデタラメに踊らされている可能性があるんですね。 で安倍晋三というのは移民の解禁をしましたから、あと派遣法の強化とかね。だから、小泉、竹、えー、中、安倍で完全に日本があ、ね、もう衰退したわけですよで。外国勢力にとっては安倍っていうのは自分たちの思うがままのことをしてくれたんでね。うん、安倍晋三ほど、えー、いい人間はいないと思ってますよ。その外国勢力側からしたらね。でも僕たち国民からしたら安倍晋三ほどの売国党がいないんですよ。 うん、安倍晋三によって、日本の経済はほぼもう右肩下がりずっと下がっていて、そこに今、岸田がとどめを刺しているという状態だと思いますよ。で、僕はあの安倍晋三って、確か60兆か66兆だと思ってたんですが、別の人が調べたら、安倍晋三って160兆円外国に送ったんですよ。それは外国からしたらね、いねい,い顔されるに決まってるんじゃないですか、網が来るイコール、金が入るわけでしょ。160兆ってど、どういう金だって話ですからね。 あまあ、この160兆ってもしかしたらあ、ね、アベノミクスのお,お,お金かなとちょっと思ったんですけどちょっとやっぱ違いますね、うん。アベノミクスで分かってる情報ですが日本からアメリカに1500兆流してるんですよ。だから桁が違うじゃないですか 160, 160兆と1500兆桁違いますよね。 でえー、外国でしか60兆か66兆流したっていうんです。それともちょっとこのね、160兆ってちょっと単位が違うんで、ちょっとわからないんですけど、まあとにかく、まあ、だから、この160兆が本当かどうか、まあ本当だと思いますけど、まあ、アベノミクスで1500兆流したっていうのもそうですし、まあ僕は前から持っている60兆でもおかしいじゃないですか、66兆とかもね。うん。ただ、160兆外国に送ったと。 で、今度、岸田はですね、支援要請がない国に、まあ、その送金するっていうことをやってるわけじゃないですか。まあ、おそらく、キックバックがあるんでしょうね。えー、この議員たちに。だから、完全に今だけ金できる自分だけの売国を繰り返す。日本国民のことを全く考えない。そういった人間たちです。 で日本保守党っていうのは何かって言いますと、この安倍晋三をです、ね、応援してるんですよね。日本保守党の百田直樹、有本香織が安倍応援団であると。当然、そこにいる飯山あかりも同じ考えであると取れるじゃないですか。で飯山あかりっていうのは本人言ってますけど、呉を応援しているので、この時点でアウトなんですね。日本っていうののはその 外国の有事に首を突っ込んではいけませんから、な,なんでウを応援してるのか、わけわからない、別にロがいいとか言ってるわけでもないですよ、ウもロも応援せずに、中立の立場でいって、日本がそうやって有事に巻き込まれない、それを考えないといけないんですね。で、えー、この一番日本保守党がいけ,ない,ってい,ういけないと思うところがですね、安倍晋三の悲願が憲法改正だったんですよ、当然その、ね、考え方を受け継いでる、まあ、日本保守党、自民党の別動隊ですが、憲法改正をしようとしてるわけじゃないですか。 で当然、岸田もそうですよね。だから、自民、公明、維新、国民民主、そこにですね、日本保守党、あるいは参政党も加わって、憲法を改正しようと、まあ、そういった流れには向かっていると考えられます。憲法を改正したら、9条がなくなる、基本的人権がなくなる、緊急事態条項が導入される、うん、こういうふうなことがもう分かってますから、もう憲法改正のところは、何としても止めないといけない。で、酒、えー、井夏美さんはあ、憲法改正はしないと。 でえー、消費税はおそらくそのままか上げるっていうことですね。うん、だけど、もしも酒井夏実さんが通ったとするじゃないですか。憲法改正は、まあ、でしないから、それはそれでまあよしとし,します。ねえーその、その通りに動くんだったらまあよしとします。しかし、国民生活がより厳しくなるんですよ。酒井夏実さんが通ることによって。だから、須藤元気さんしかないと僕は思ってるっていうことなんですね。で、えー、このリスナー様がですね、えーまあ、このお話ね、えー、東京中国、 東,東京15区の、まあ、江東区の補正の、まあね、みんな、僕もそうですけど、考えてる人が多いと思うんで、ちょっと別なんですが、こういった情報があるんですよ。これってうのは、その、日本国民のこの経済に関係する問題なんですけど、それをちょっと最後に考えていこうと思うんですね。これから電気代が3割上がるって言われてるんですよ。うの有事のことが原因してるみたいなんですね。電気代が3割上がると。で、生活必需品の値段もどんどんどん,どん上がってると。 実質賃金はどん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 下がり続けている。23ヶ月連続、実質賃金下がってスタグフレーション。じゃあ何、なんでしょうか。電気代も上がる、ね、生活必需品も上がる、さらにガス代も2割上がるということなんですね。で岸田があなんか賃,金あの賃金が上昇するっていうのは5%っていいますが、多分しないでしょうね。一部の大企業はするだけでしょうから、他の多くの中小企業とか全くそんなことは関係ないし。 仮にもし5%上がったところで国民生活には、えー、全く悪影響しかないんですよ。だから何が必要なのかというと消費税廃止、まあ、減税でもいいんですが消費税廃止、消費税減税というものが必要なわけですね。で、憲法を改正しないということが必要なわけですよ。酒井夏みさんというのは消費税をそのままにする、あるいは上げるはずじゃないですか。国民生活厳しくなりますよね。だからそういった人が、えー、もうその政権、ね、そのまあ、国政に入ってほしくないと僕は思いますよ。 だから僕は入ってほしいと思うのは須藤元気さんだけです。だからなんでかっていうと、日本国民の経済政策を考えないと、日本国民の生活が崩壊するんですよ。もう今その手前に来てるじゃないですか。厳しい人多くいらっしゃるじゃないですか。僕もそうですよ。あの日々、その厳しいなと思いながら過ごしてますからね。で、えー あの何て言うんでしょう、よく、この例えば日本保守党の人間とかも、日本保守党を応援してる人間とかも言うんですが、よく誘致でどうのこうのって言うじゃないですか、例えば、ただし、分かってるんですが、誘致になる前にもう終わりですよ、なんでかってうと単純です、うの復興支援を岸田が勝手にこぎつけて、それで増税という。 で防衛費、軍事費をまたどん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 増やしていくことで国民負担が増える、その時点で日本国民の生活が破綻します、別に、でしかもね、必ずそれを言って言ってくるんですが、外国が攻めてくるとかね、中国が攻めてくると、どうのこうの言うんですが、もうその中国が攻めてくる前に、国民生活がもうままならなくなって終わりです、だからそんなことっていうのはありえないから、はっきり言いますけど、中国が攻めてきてどうのこうのとか、なんとかっていうじゃないですか、その前提っていうのは分かってますよね。 きちんと国民がね、えーあの、安心して過ごせる状態であって、国民生活が行き届いている状態であって、それで有事に備えるっていうのであれば、まあ別に実際そんなことはないと思いますけど、あのよくこう必ず中国の話をする人っていうのは、 あの日本国内の問題、だ例えば自民党とか米に目を向けられないような、そのことに踊ってるだけだと思うんですけど、別にだから僕は全く相手にしませんけど、もしそうだとあるにしても、ねえー、国民の生活が最優先じゃないですか、それを考えずに,、えー、に言ってるわけでしょ、でこれ、えー、台湾有事とかっていうのもあるじゃないですか、これっていうのも日本国内から仕掛けてるんですよ。 岸だから何が問題なのかっていうと中国の問題ではないんですよ。日本国内における自民党とか米とかそういったもののその緊張を意図的に生み出すそれが問題なんでね。うん、であと全く国民に対する経済政策をしないじゃないですかそれが大きな問題なんですよ。こういったことを総合的に考えると須藤元気さんしか選択肢道はないと思います。あと数日ですが江東区の方に心の底から期待してます。 本当にね、え、井夏美さんが多分通る可能性が高いんですが、まあ、なったらきついですね。本当にさらに国民生活、厳しくなっていく、そういった状況が懸念されると、まあそう思ったことを、まあ調べてお伝えいたしました。参考になっていただける点があれば何よりです。ということで今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。